市民球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発はルーキーの西、対するドラゴンズの先発は左の小笠原、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは石橋。背番号58。第3球を投げました。打った、キャッチャーの頭上、坂本落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンアウトランナー一塁という場面で根尾。背番号7。第2球投げた、打った、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。軍事、背番号44。ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、内野ゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁。タイガース大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。ツーアウトランナー一塁という場面で荒木。背番号58。第1球初球外れてボール。第2球見送ってストライク。投球は3球目、投げた、サークルチェンジはボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、いい当たり、センター下がった、ワンバウンド、ヒット、センターからセカンドへ、荒木ツーベースヒットを放ちました。タイガース先制。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で小笠原。第3球を投げた、スリーバント、ピッチャーの右へ転がした、荒木取ってアウト、ランナー二塁に進みました。タイガース先制のピンチを迎えます。打ちました、あっと引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第3球を投げました、縦のスライダー、空振り三振。高松全くタイミングが合いません。西、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0。タイガースリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で荒木。投げました、スラーブ見送ってストライク。第2球投げました、真ん中ストライク。第3球を投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして1対0、タイガース先制点を挙げています。ドラゴンズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で武田、ここは振ってきました、サードから一塁送球、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。タイガース同点のピンチを迎えます。外角、空振り三振、ボール球で仕留めました。西、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ドラゴンズ追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で高間、低めのボール引っ掛けた、センター前進、ヒット、センターからセカンドへ、高松ナイスバッティングです。タイガース同点のピンチを迎えます。大野、背番号27。投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、抜けた、センターバックホーム、大野いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。次は5球目、打った、ライトへの打球、ライト前ヒット、ライトバックホーム、まずは同点、藤井タイムリーヒット。タイガースなおもピンチが続きます。バッターは5番武田、今日3打席目、タッチアウト、刺されました。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。さあ5球目、見逃し三振、ランナー2人を置いて迎えるバッターは伊藤、ここまで2打席連続三振、スライダー空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。6回の表が終わって1対1、西とうとう打たれてしまいました。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で荒木、ボール。第2球投げた、
ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした、アウト。さあ得点圏に、タイガースリードで迎える7回です。バッターは荒木。外角高めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから打ったに当たりだ。センターバックしていった、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーは一塁決定、二塁へ。荒木いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。今日2三振の中谷。第1球外をストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打った、痛烈な、掴んで、これで3アウトになります。7回の裏が終わりまして5対1タイガース4点勝ち越しです。スアレス降板、ここでマウンドに上がったのはユアさん。満塁の場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。インコース引っ張った、レフト前ヒット、レフトバックホーム、ホームイン。続いて二塁ランナーも今ホームイン。ドラゴンズさらに2点を返しました。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。初球ストライクから第2球バントした、ボールはキャッチャーの前、キャッチャーボールを取る、セーフ。記録はヒット、タイガースなおもピンチが続きます。ランナースタートを切った、満塁でスクイズ、キャッチャー掴んだ、一塁送球、スクイズ決まった。タイガース大事なイニングで追いつかれてしまいました。ドラゴンズやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。第4球を投げた、打ちました、三塁ランナーホームに向かう、抜けた、レフトバックホーム、タイガースここで勝ち越されました。タイガース何としても得点を挙げたい9回です。今日2本のヒットを放っている荒木、スタンドからは必死の声援が続いています。投げた、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒットになった。荒木二塁を狙う、荒木ツーベース、チャンスをものにできるか。第1球投げた、初球から打ってった、クリーンヒット、荒木三塁回った、タイガース点差を4点に縮めました。中谷タイムリー、ようやく初安打になります。タイガース見事チャンスをものにしました。タイガース敗れました。さて本日のヒーローは堂上、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当